私がトライで働こうと思ったきっかけは、生徒として通っていた時、担当してくれた先生がとても分かりやすい授業をしてくれました。おかげで今まで分からなかったことや困っていた部分が分かるようになりました。その経験から自分も勉強で困っている子どもたちの手助けになりたいと考えるようになり、トライで働くことに決めました。今は生徒の時に思っていた教室をより良くするための方法を実践しつつ、生徒の目線に立ち日々の仕事をしています。以上です。